皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデライトの時間がやってまいりました。さあ今回もねこちらのパークでやっていきましょう。そしてねオファリング、全てのカテゴリーで経験値25パープね、持っていきましょう。そしてね珍しくフラッシュライト、アドオンの方もねつけております。さあ今回ねフラッシュライト持っていくことも全然ないんだけど、たまにはねこちら持っていきましょう。まあ持っていかないことには練習になりませんのでね、こちらもチュルチュルっとねアドオンしょぼいやつをつけてやっていきましょう。あらめぐちゃんがいなくなっちゃった。いやフラッシュライトねこれ本当に練習してないとぶっつけ本番でやってもね全然当てることができないと。さあ、メンバーはクローデット救急キット持ち、1人いなくなるとねこれ悲しみ。どうかな。おこれはいいぞ、プレステージ3周目クローデットやん、これ頼もしい。そして残りはメグちゃんと、しかもさプレステージ3周してる方これ鍵持ってるわ。いや鍵持ちか、鍵持ってる生存者もそんないないのよね。はい、という感じで、今回ねやっていきましょう。フラッシュライト当てられるかな。フラッシュライトって本当当てるの難しいし、殺人鬼とね距離近くないと全然当たんないからね、誰かが担がれて運ばれてる時にニコゲフ君のところでもガンガンに当てるとか、あとはこの殺人鬼が板を壊してる時に正面からね当てるっていう方法かな。これね見たことあるんだけど、それ以外で当てるのってほぼほぼ無理じゃないかなっていうところです。はい、さ、1人が OK してないけども大丈夫かな。まあ、最近あるバグとかでねこれ OK ボタンをこう押してなくって、こう試合に行くとね1人弾き飛ばされたりとかねたまにあったりするんだよね。さ、どこかしらに行きやすいカテゴリー、経験値アップ、私のと殺人鬼も経験値アップと、そう本当 OK ボタンを押してないとね、ここの画面でどうだったかな、私ね最長ね15分から20分、待ったことあります。そう本当ね、ここのロード画面からなかなか進まないっていうバグもね、少し前ぐらいかな流行ってたんだよね。でも、何回かねアップデートとかされて少しは、軽減されたとはいえ、でもやっぱりねその殺人鬼の回線とかなんかデッドバイデライトのバグなのかでもう全然マッチングしないこともこうあります。この画面で長い時は10分ぐらいとかかな、10分ぐらいとかね私ずっとこう待ってたりするんだけど、そうするとねもうお部屋に2人しかいなかったりね、最悪私だけとかね、そういうこともちょろっとあると。なのでね、確かにオファリングとかねアドオンアイテムとかねいろいろ悩むと思うんだけど、なるだけ最後ね OK ボタン皆さんね押していただけたら幸いでございます。さあどうかな、今回4人でいけるかな。3人でね部屋に入った時ってやっぱり生存者が圧倒的不利になったりするので、ちょっとね気をつけないといけないと。今回ちょっと部屋に入った時3人の可能性もあるのでね、3人だった場合ってねもう相当やり手じゃない限り殺人鬼のターゲット取りとかもね難しいんじゃないかな。しかも生存者3人だった時って1人が吊るされると2人しかもう助けに行く人がいなくって、で1人がおとり役、1人が救出に行くっていうね、もうこのギリギリの役割分担しかできないという感じでございます。さ、ちょっとね時間の方が結構長いことかかってるかな、3分ぐらいとかかな。今回ね何分でいけるかな、あまりにもちょっとね長すぎる場合はね私の方でカットしたいと思います。さあやってまいりました。こちら前回と同じマップかな。いやあれからあー生存者3人しかいない、やっぱりねちょっと時間かかっちゃったんだよね。今回お部屋に入るだけでもね5分ぐらいかかっております。カットしてるとは思うんでね体感的には短いかと思うんだけど、いやー今回部屋入るのにね5分かかりました。だからね1人生存者が抜けちゃったのかも。回線が切れちゃってねパンとこう弾き飛ばされたのか、またはね自分からちょっと長すぎるなと思う時って生存者の方もね回線ちょっと抜けちゃったりするのでね、
ちょっと注意しながら今回やりましょうか。見つからないことを前提にね、今回はやっていきましょう。何警察人気だろう。一旦3分の1ぐらいまでして、おっと通って、あ、ピカってなってるん、ピカってなってるん、これ大丈夫かな。ちょっと移動しよう。ここら辺、ここら辺ちょんこちょんと、これあらら、音は遠い、向こう行ったようだね。うん、ここじゃないと、ここの巡回ではなかった。ん、来てるん、大丈夫かな。ちょっと歩いて、ちょっと歩いて、気づかれたかな、大丈夫かな。どっちから来る、わかんない。失礼いたしました。ね、ここら辺にちょろっと、これ大丈夫かな、バレない、気づかれてはないっぽい気がするんだけども、なんだろう今回。ドキドキしてるから、あら、行っちゃった、ただの巡回だったようだね。いやー、なんとなくね、やっぱドキドキ音がするってなってくるとトラッパーじゃないかなって疑ってしまう。ドキドキ音、トラッパーはやっぱ安定だからね、結構多いんだよね。まあ、ブギーマンもねちょっといるんだけど、やっぱトラッパー、うん、みんなまたねトラッパーに最近戻ってきていると。さあ、大丈夫かな。なるだけここ寸止めぐらいまで持っていこうか。半分ぐらいか、半分ぐらいまでメーターいってるもんね。で、生存者3人だった場合って4つ発電機を直さないといけないと。そうなってくると1人はね確実に1つ直しきった方がいいと、うん、まあ寸止めぐらいまで持っていこうかな。1個ねどっか生存者つけるかもしれないけど、どうかな、ここ寸止めつける、悩むんだな。どっかねそろそろつきそうかなと思う。失敗してしもうたやんこれ、私これ失敗してしもうたやん。どっちから来てる、走るか、こうタンと走ってね、こっちからタンと走ってね。来たかな、来たかな、来たね、おいしょ、オッケー、いただき1000ポイント。あらら、あ、向こう行った、じゃあこっち行こう。向こうから多分見に行ったんじゃないかな、私が多分一回あっちの方に走ってったのが見えたから、じゃああれかな、追い詰めてやろうみたいな、ハサミ打ちみたいな感じしてやろうみたいな感じだったのかな。うん、助かった、私の陽動作戦にママと引っかかってくれて助かったで。お、ここ寸止めかな、結構行ってるね。あ、寸止め、うん、多分ね他の生存者が1個つけたのを合図にみんなつけきる感じで行くのかな。さ、今回フラッシュライト持ってるけど、フラッシュライト使わなくてもなんとかなったかな。ボンドが反応しないな、生存者。あっちの方にいるんだろうね。ちょっと距離がある。あ、しかも真ん中も結構うなってんじゃん。ここ大丈夫？トラバサミとか。いやー、これ窓枠とかかかってそうだな。おっと、地下室。そして裏の宝箱は開いていると。中身は？おっと、鍵か。なんか折れてる鍵ってね、アドオンとかつけないと、特にね、何もできなかったかと思います。うん。折れてる鍵っていうのは仲間の位置とかね、キラーの位置を分かるアドオンをつけて初めて使用できると。1人切られてる、大丈夫かな。ひとまず私はね宝箱、あ、やられちゃった、どこ、分かんない、どこかな、あれ出ないな、あっちか、私がいた方じゃない、フラッシュライト、お、逃げた、ストライクが発動したようだね。うん、よかった。じゃあちょっと寸止めをねつけようか、ちょっとプレッシャー与えるか、殺人鬼に。1個つけて、で、まあ、様子見て、あ、2個目もついた。ナイス。そうね、3個目ももしかしたらつけるかもしれないけど、まあ、2つぐらいにとどめて、もう1個修理に向かうかな。生存者はチーターな、1人。追われてんだろうね、1人生存者。だからね、今のうちになるだけちょっと急ぎて、直しきらないといけないと。でも、トラッパーだから罠にも注意して、あ、そこもちょっと警戒してる。あの近くなんだろうね、殺人鬼。ここら辺、こうちょっとしゃがんで。どっちだ？あっちの方かな？特に見えないけど。ああ、こっちの方っぽいけども、どっか行ったか。うん。ドキドキ音が少し収まったから、ひとまずこちら。私が寸止めぐらいにしてたのがあったんだけど、そこつけたのかな？まあ、またこの生存者とね。おお、ナイス！自己治療終わったんや。ナイス！よかった。ちょっと待って、ラッキートーテム壊そうと。この400ポイントもね、私結構集めてんのよね。
3つ壊せば1200ポイントだから美味しいんだよ本当に、うん、さあちょっとここ壊しきって、協力しましょうか、うん、2人ここ合流できたからね、なるだけここもつけて、もう1個多分寸止めあるかな、ギリギリメーター半分とかのものがあるかも。そうなってくるとなんとかいけそうな気がするな。いやー今回ナイス、向こう発電機つけたい。じゃあここもつけ切って終わりにしようか。パーンとこれ OK、そこクローデットが開けると、私は向こう側一応目指そうか、うん、どうかな、こっちには来てないっぽいな。あそこちんまりしてるってことはそこいるんや、殺人鬼間違いなくそこおりますねこれさあどうかな、この巡回ルートからなんか見つかりそうなとこクローデットいるけど見つかってない。いけてる、いけてんの、それじゃあその作戦いけてる感じ、気づかれるかな、こんな分かりやすい草むらにいるけども。あ、いける。あ、クローデットがじゃあ開けきるか。うん。ゲート開けてもらいましょう。さあ、近くにトーテムとかないかな。私今回ゲート開けられない。あれ探してもいいかもね。非常脱出口。クローデットがここ。いや、でもな、来るかな殺人鬼。向こう多分ね、殺人鬼の解除してんじゃん。え？殺人鬼が解除したのかな。あ、クローデット嬉しそう。よかったよね、今回。ね、よかったね、クローデット。いやナイスだって、多分さ怪我して追われたのってクローデットかな、もう一人の生存者なんか元気そうだったんで、うん、あちょんちょん言ってる、そうね、おびき寄せてって感じ、私フラッシュライトからの脱出と。いやーこう最後もね直線的にナイツを当てるの難しいね、はい、というようなね結果でございました。いやよかったね、3人部屋で3人とも脱出できて本当によかった。うん、3人目だとね、1人こう人柱にしてとかね結構あったりするのよね。さあそしてね、ポイント1万3000ポイントか、まあ救出とかは特になかったけどと、あ1万ポイントだ、ちょっと入って1万3000ポイントぐらいになってたんだね。うん、まあ今回ちょっと経験値アップがなかったらね、1万ポイントまあ3000ポイントちょっと入ってたもんね。うん、まあ加算されたおかげでまあまあ、うん、ポイント入ったと。殺人鬼がね誰も吊るせなくって、多分切ったのも私ともう一人ぐらいだったからポイント低かったね。さあ、クローデットコツコツレベル上げてね、42でございます。サボタージュ取ろうかな、サボタージュとリーダーの方が出ておりますけど、サボタージュかな。でまあブラッドウェブの方がねレベルが上がったことによって、縮小しております。うん、やっぱねあのブラッドウェブね昔の本当大きかったんだよね。前回の動画とか見てもらえるとね、クローデットのこのブラッドウェブのページのところであのほぼほぼマックスぐらいまで広がってると、うん、ただねレベルが上がれば上がるほどブラッドウェブ縮小されたとはいえまた大きくねなり始めますので、まあまたちょっとねポイントをガツンと取ってねレベル上げていきたいと思います。うん、まあね、メグちゃんがやっぱ最強なのよね。アイテムとかね、あのアドオンとかもね、いっぱい持っておりますのでね。まあまあ、メグちゃんでこうちょっと消費したりとかしてもいいかなっていう感じでございます。はい。たまにフラッシュライトのね、練習もしてるんだけどね、動画で成功することって一回あったよね、前の時に。それぐらいかな。いやあとはこのレア度の高いフラッシュライトとか持ってくると相当あの光が眩しいみたいで、あの殺人鬼のね目くらましになるっていうね話も聞いたことあるので、レア度の高いフラッシュライトって私そんな持ってないからね、貴重だからなかなか使えないと。まあそこら辺もねちょっとガツガツね使っていけたらと思っております。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。